ひご立花の一つで、熊本市の、市の花でもある、ひご椿ひご立花は、ひご椿、ひご尺薬、ひご花あやめ、ひご朝顔、ひご菊、ひごさざん科の六種の花の総称。江戸時代から明治時代にかけて、熊本藩主とその後栄によって育成されてきたものだが、ひご立花という名称自体は、古くからあったものではなく、昭和三十年代から四十年代にかけて、 自然発生的に生まれ定着したものと見られる。肥ご立花の共通の特徴としては、花芯が見事なこと、花形が一え一文字咲きであること、花色の純粋なことの3点がある。熊本県と熊本市は、1972年から2年かけて、熊本城内に、肥ご名花園を設置している。ひご椿。花糸がまんべんなく、広がったものが世花とされる。 一重咲きだが、繁栄咲きの品種もある。雄水が、梅芯で、花の中央部に、万布のする。この、梅芯をなす花糸の出来が、最も重視される。雄水の基部はわずかに合着しているが、基部から花糸が分かれており、花糸が花の内側いっぱいに広がったものが、有品とされる。花糸が均一にならず、周囲に偏るものを、和芯というが、 これは、ワルピンとされる。花弁が、平らかいし、花弁数は、通常5枚から6枚。花色はくれない、白、泡紅、絞り。花器は2月から4月。盆栽や庭木にする。品種数は、約110品種。ひごつばきの起源は、はっきりせず、雪つばきとヤブつばきの交配とも言われるが定かではない。1829年の、 文ス筆記ではすでに30品種のヒゴ椿が、鉢植え培養法と共に記されている。現存する老樹から推定すると150年から200年以上の歴史があると考えられる。明治20年代に最盛期を迎え、皆、花園、名花園が発行した、椿花名館には、約120品種が記載されていたが、大正期に、 椿栽培が衰退し、戦争でも多くの品種が失われた。熊本市が1974年に市民から公募した結果、肥ごつばきが熊本市の市の花に選ばれた。保存団体は1958年に結成された肥ごつばき協会で会員500名。人へ先、あるいは一重から三重の蓮華咲きとされる。大輪で、 直径は30センチメートル以上にもなる。花弁数は8枚から20枚。花色は白、桃、赤のほか、淡紅、紫、火、エビ茶なども。花芯は、豊かな梅芯で、100から200本のおしべが盛り上がるが、椿とは異なり尺薬は本来そのような形である。ため、花芯の盛り上がりは見事である。この盛り上がりが大きいものほど優秀とされる。 火器は4月下旬から5月上旬。花壇で栽培するが、3年から5年で土地を変えるため、本格的に栽培するには十分な広さの庭が必要。釈薬は、法歴年間に薬草として、しげるしげる園に植えられた。日後立花の中では最も早くに始まったものと言われており、藩士、中瀬助の心が、釈薬の品種改良を進め。 1778年から1793年にかけて書いたものをまとめた、釈薬下品評論を1795年に表した。その内容は多岐にわたり、これによって、肥後釈薬の栽培法、干渉法などが確立した。品種数は、1793年頃に100余り、明治末期に500余りもあったが、その500余りとなり、 さらに第二次世界大戦で、多くの品種が滅んだ。保存団体はなく、栽培者10名。三英下と六英花があり、いずれも花弁が大きく幅広い。褐色は白、紫、藍、紅、ない、瑠璃、カチ、絞りなど。四いが大行で藤山型。夏季は6月上旬から中旬。蜂作りにし、室内で干渉する。蜂は、 今日では深さは15センチメートルほどの水の平焼きが主に使用される。池や掘割りに上々から眺める江戸花あやめが上から見て美しい妖改良が進んだのに対して肥ご花あやめは鉢植えにして座敷で干渉するため横から見た姿が美しくなるように改良された。他の肥ご立花と違い肥ご花あやめの起源はかなりはっきりしている。江戸の元に 松平城長という者がおり、野生種から優れた栽培品種を作り出していた。熊本藩主の細川人志守がその花あやめを譲ってもらえないかと打診したものの、あやめ沖縄はその頼みを断った。これを藩主の吉田勝が江戸金番の際にあやめ沖縄に弟子入りし、1833年にようやく問題不出とする熊本で良い花ができたら、 江戸に送るという約束で譲り受けた御品種が、日後花あやめの起源である。1886年に満月社が結成され、1893年に、現在の満月会に解消した。日後花あやめはこの満月会の協力によって、改良を重ねてきたが、ウルーノースケが、あやめ沖縄と交わした約束は、満月会の規則として今も守られ続けており、苗を、 貝の外に出すことは厳しく禁じられている。友人知人はもちろん、親兄弟、妻子への譲渡も禁止されており、それは、花の出来が悪くても、例外ではなく、余分な苗は、焼き捨てることとされている。そもそも満月会会員の花あやめは、あくまで会のものと規定されており、会員が死亡した場合は50日以内に花あやめを、自他の別なく返すこととされている。 会員以外への譲渡は禁止されているため、1928年のパリ万博への出品を進められた際も断り、1930年に来日したリード博士から苗の分譲を依頼された際も断ったという。厳しい規則を守り続けている満月会だが、一度だけこれが破られ、ひご花あやめが問題に流出した。1923年に、 満月会会員であった西田新常が横浜で開いた植木屋州薫園で日後花あやめを売りに出したのである。また、東南などで満月会の外に出たものが販売されていることもある。保存団体は熊本花あやめ満月会会員約40名。駐輪崎で家計は10から15センチメートル、6用から9用の合弁ロート系 花色はくれない、桃、青、白、エビ茶、紫などがあるが、いずれも、純色で、福林はない。花筒は純白で濁りがない。他の日合立夏は、花詞の形を重視するが、朝顔では、花筒の中にあって見えないため、花筒が純白であることを重視する。葉は、白飯が入った、青不入り、葉先が丸みを帯びる、スハマバである。 夏季は7月から9月。日ご朝顔では、小鉢本鶴作りという独特の仕立て方をする。本焼きの12センチメートル小鉢に植え、本鶴を適心せずに、鉢の3倍ほどの高さに止め、かつ、第一毛を草丈の4分の1の位置に咲かせる。このような、鉢と形容と花の釣り合い、品位を重視する。 朝顔の栽培は江戸時代後期に流行したがその後廃れ、明治時代に入って再び盛んになった。熊本では1899年に両花会が結成され、種子を門外不出として育成、保存に努めた。第二次世界大戦や1953年の水害の後、徳永末子が守り続けていた種子から再興した。保存団体は、 日ご朝顔両花会で会員約250名。薄物の一重咲きで大輪、厚物咲きの豪華さを追求する通常の菊作りとは異なり、性が高そうな美しさを求める。花の大きさは鑑賞用の菊の中では中菊だが、日ご菊の中にも大中小があり、家計は大菊で二0からメートル中菊で八からメートル 小菊で5から6センチメートル。花弁数は20から30枚前後で、花弁は重ならず、間が透けている。花弁には、タイラ弁と、寒弁があり、花色はくれない、白、木の順色。花芯は大きく明瞭である。花期は11月中旬から12月上旬。日後菊は、花壇で栽培するが、その並べ方は、花色、花弁、花の大きさによって定められている。 大菊を、天菊、中菊を人菊、小菊を地菊として3列に植え、全菊と後菊は向かって右から、黄色の平弁、白色の勘弁、黄色の平弁の順。中菊は、右から、黄色の平弁、黄色の勘弁、白色の平弁の順にする。株の間隔は一尺八寸とし、中菊は、前菊、後菊と位置をずらして、前から見えるように植える。 高さは、五菊が四尺五寸、中菊が三尺、全菊が一尺五寸、そして一本に咲かせる花の数も、五菊が七から九輪、中菊が七輪、全菊が二十から三十輪程度と、それぞれ細かく決まっている。植える際に、平弁と、寒弁を繰り返すのは、影花と日花という区別によるもので、影花は、心の二本立ちに、日花は、 心の一本立ちにそれぞれ仕立てる。熊本城、日御名家園の三県家山熊本における、菊栽培は、法歴年間に、藩主、細川茂方が藩主の精神教育として奨励した、ことで盛んになった。茂方自身も菊を愛し、春、より、象という写生長の中で196種を描いている。ただし、その頃一般に干渉されていたのは、 厚弁の八重咲きであったと見られる。現在にまで伝わっている独特の花壇作りは、1819年に、秀島七右衛門が表した、陽菊指南者によるものである。1887年には、マナコトブキ会が結成された。マナコトブキ会もヒゴギクを門外不出としていたが、1929年に、回帰を改め一般にも開放された。 品種数は90から100品種ほど。熊本市では観光課内にヒゴギク保存会を置き、代々の熊本市長が会長としてヒゴギクの保存、管理に当たっている。保存団体はヒゴギク保存会とマナことぶ機会がある。一重大輪売信先が特徴、一重大輪の潤系種の育成が目的。 とされるが、一重先と、梅心という形質自体はサザンか、本来の特徴であり、山に自生するものや他地域のものと同じである。ただし、それらの形質についても改良がなされており、一重だけでなく八重先もある。過程は5から15センチメートルにもなる大輪。花弁数は、一重先で5から10枚、八重先で30から50枚。 火食はくれない、思考、濃厚、淡紅、桃、くれないぼかし、白。火器は10月下旬から、遅いものでは、翌年2月まで残る品種もある。最盛期は11月中旬。盆栽や池垣、庭木にする。系統は、はっきりしない。日ご立花の中では最後に生まれたもので、1879年に、山崎貞氏が、 代表的品種、大西樹を作出、命名したことに始まる。その後、山崎を名手とする万公会が結成され、彼らによって次々と新たな品種が生み出された。なお、万公会の会員は満月会の会員でもあり、水前維持、ゴーツコ周辺の住人がほとんどであった。日ごさ残花も長い間、門外不出が守られてきたが、 1967年に、ヒゴサザンカ協会が結成され、一般にも開放されるようになった。保存団体は、ヒゴサザンカ協会。ありがとうございます。